皆さんこんにちは、福岡市長高島でございます。今日はもうめちゃめちゃいい天気になりましたよね。この秋の素晴らしい、天気の下でハートフルフェスタ、今年が18回目となります。で、この10月は1日から、この1ヶ月間ですね、福岡市ではユニバーサル都市福岡フェスティバルというものが開催をされていて、まあ、各地でいろんな催しが行われるんですね。ユニバーサル都市福岡、聞いたことがある方、ありがとうございます。まあまあですね。ユニバーサル都市福岡というのはですね、みんなが優しい、みんなに優しいユニバーサル都市福岡っていうことで、要するにみんなが優しいってことは優しい人が溢れてる、ハート。みんなに優しいというのは福岡の街、まあ、ハード面でもですね、いろんなところが例えばバリアフリーになってるとか、そういうハートもハードも優しい、みんなユニバーサル都市福岡ということでね、街づくりのいろんなところで、全ての方が輝ける街、高齢の方も子供たちも男性も女性も、障害のある方もない方も、日本の方もそうでない方も、いろんな方にとって暮らしやすい活躍できる福岡を作ろうということなんですね。そしてハートフルフェスタじゃないですけれども、そのマーク、ユニバーサル都市福岡のマークの真ん中にはハートがあります。あの猿のマークですね、あれがユニバーサル都市福岡のマークです。西鉄バスなどでも例えば今フラットのバスがどんどん導入されてますよね。あれも福岡市の施策として、障害のある方もご高齢の方も子どもたちも乗りやすいようなバスということで、ああいうようなバスをね入れたり、こういうことも福岡市のチャレンジとして行っているわけです。またここ福岡市の市役所というのは天神の中心にあるわけですが、この中に入りますとユニバーサルカフェというものもオープンをしております。これは障害のある方が、こういった場所で働いてですね、そして実際の就職にもつながるということで、皆さんに知っていただきたいということで天神の真ん中に、まあ、こうしたものも作られているわけですね。今日はこの西側の広場でたくさんのブースも出ていて、それぞれ日頃から人権の活動とかさまざまな活動に関して、発信するブースが設けられていますので、ぜひいろんなブースを回って、そしていろんな方の活動を今日は知っていただければいいなというふうに思っております。今日は皆様と共に素敵な一日になることを記念いたしまして挨拶とさせていただきます。今日よろしくお願いします。